エアロ RC は、タカとトリーから発売されていた小型のトイラジコンカー。ここでは派生モデルのエアロ RC、ドリフトパッケージライトについても同時に記述する。エアロ RC2004 年12月に発売された。サイズを極力小さくし、気候を簡略化することによって低価1050円と、ラジコンカーとしては低価格となっている。車種ラインナップは主に、スポーツカー。 ミニバン等が多い。また、ホイールや、モーターなどのカスタムパーツも発売しており、また、一部の車種には、エアロパーツも用意されているため、ある程度のカスタマイズを施すことが可能。2006年には公式ガイドブックも発売された。2010年頃には、ドリフトパッケージライトとともにホームページから消滅した。2008年7月より、エアロ RC の派生モデルとして発売。 ラジコンカーのドリフト分野に強い横元の共同開発により、新設計シャーシ、ドリフト専用タイヤ、ホイールタイプコントローラ等が標準で付属する。駆動形式は、リアモーターによる、プロペラシャフト前後リン駆動の 4WD。本製品に、付属の延長マウントを使用すると、エアロ RC のボディを搭載可能。2010年頃にエアロ RC と共にホームページから、消滅した。 ラインナップナンバーワントヨタカローラレビンナンバー2日ん1 8 0 s x ナンバー3松田 RX-7 ナン、no. バー4日ん、スカイライン GTR ナ、no. ンバー5三菱ランサーエボリューションナインナンバー6日ん、シルビアナンバー7スバルインプレッサ WRXST ナ、no. ンバー8松田 RX-7 と文字 D 松田 RX-7 高橋ケ介スケ 使用かしら文字 D トヨタスプリンタートレの藤原、匠仕様 R01 トヨタカローラレビィン D1 仕様、r 0 2 d 1 r x 7 r e アマミヤ R03 ユケ、S、クスコチームオレンジランサーエボリューションラインデラックス、セットタイプコー、マツダ RX-7、大爆走セットニッサン g t r ありがとうございます。